割り算は2つ大切なことを覚えてください。あるとないです。あるとないです。それでは今回は、割られる数、左の数字ですね。割られる数の1の位に0がついた時の計算の仕方を練習します。注意が必要なので、しっかり練習しましょう。それでは割られる数、左の数字を1の位が定位点のところに来るように問題を置きます。問題を置いたら、指は先頭1のところです。1の中に割る数4、あるかないかです。そう、1の中に4はないです。一つ右にないです。1の位が変わりますので、14の中に4は、そうです。あります。いくつかあります。ですから、R です。2つ動かします。R です。さあ、14の中に4がいくつあるかを探します。探すときは、九です。4の段。4の段で14もしくは14を超えないところです。C1 が、C2 が、C3、C4。C16 なので14を超えてしまいました。一つ前の C3。3を置きます。置いたら指はすぐ右です。本当に3で合ってるかどうか確認してみます。確認するときは、ククです。指の左の必ずそろばんの方から読みます。指の左の 3×4、3、4、そう、12です。ククの答えに10がつきましたので、指のところから12と引きます。まだ問題の20が残ってますので、先頭に指を置きます。2の中に4はないです。ない。ないはすぐ右です。1の位が変わりますので、20の中に4は、はい、あるです。さあ、4の段で20になるところを探します。C1 が、C2 が、C3、C4、C5、5です。答えを置いたら指はすぐ右にずらします。5で合ってるかどうかを確認します。ククです。必ずソロ版の方から読みます。指の左の 5×4、5、4、そうです。20です。答えに20、10がついたので、指のところから20と引きます。さあ、ここからが、注意をしてほしいところです。割る数が一桁なので、答えは1のところ。ここが答えになります。答えは35。指のところが1の位なので35です。それでは問題の左26を置きます。もう問題の置き方は掛け算割り算何度かしてきましたので、足し算も引き算も一緒です。定位点のところに必ず1の位の6が来るように大きい方から、10の位の大きい方から置きます。26です。割り算の場合は問題を置いたら指は先頭20のところに置きます。先頭に置きます。さあ、割り算のポイントは R とないです。R とない。この2つをしっかり押さえておいてください。さあ、指のところの2の中に1は、まず R、あるかないかを考えます。そう、2の中に1はあります。ですから、R、2つを動かします。R、R の時は2つです。R。さあ、2の中に1は何個あるか、考えるときはククですね。2の段で答えが、失礼しました。1の段で答えが、2になるところ。そう。陰2が2です。ですから2置きます。2置いたら指をすぐ右にずらします。さあ、2で合ってるかどうか確認します。確認するときはソロ版の方から読みます。2×1、21が、そう、2です。ククの答えに10がついていないので、指のすぐ右から2を引きます。さあ、まだ2桁なので、2と1、今終わりました。次に2と3。1が終わったら2と3。こちらも確認します。2、3が必ずソロ版の方から、2、3が6。そう。ククの答えに10がついていないので、指のすぐ右から6を引きます。問題の26がなくなったので、答えです。割る数が2桁ですから、10。
ここが1の位に変わります。答えは2です。